ニューエ島の地図ニューエは、オセアニア東部にある、立憲君主制国家。ニュージーランドの北東、トンガの東、サモアの南東にある、ニューエ島を領土とする。ニュージーランド王国の構成国であると同時に、自由連合関係をとっている。世界で2番目に人口が少ない。総面積は259平方キロメートル。総人口は1520人だが、 経済の停滞などで徐々に減少している。首都はアロフィ。ニュージーランド女王たる連合王国女王を原始とする立憲君主制であり、総督はニュージーランド総督が兼任している。1974年のニューエ憲法制定法による独立以来、ニュージーランドとの自由連合関係を維持しており、防衛と外交は同国に委任している。ただし、ニュージーランドは、 ニューエ政府の求めによってのみ外交上の助言を行うものとされており、1988年にはニュージーランドが自後締結する国際協定はニューエに及ばないものと宣言されている。国際連合はニューエを正式加盟国とはしていないものの独立国家として一定の認知を与えており、1994年には国連事務局は 二湯への完全な条約締結能力を認めている。1993年にユネスコに加盟。1997年にアメリカ合衆国と同国準州であるアメリカ領サモアとの間の領海確定協定を締結。2007年には中華人民共和国と2012年にはインドとそれぞれ外交関係を樹立した。そして2015年には日本も ニューエを国家承認すると、閣議決定し、当分の間在ニュージーランド日本大使館が喧嘩することとなった。2016年9月時点で20カ国と一つの地域と外交関係があり、34の国際機関に加盟している。ニューエの国民は自由連合の取り決めに伴い、自動的にニュージーランド市民権を有する。ドメインハック等の用途で、 全世界のサイトで幅広く使われている。ニュードメインは、元来は、ニューエに割り当てられた、CCTLD である。ニューエに人類がいつ到達したのかは分かっていないが、考古学の研究から類推すると、紀元前10世紀頃に、サモアやトンガにラピタビトが到達するのと、相前後して植民されたか、あるいは1世紀から5世紀頃、マルケサス諸島やソシエテ諸島に、 ポリネシア人が拡散する過程で植民されたかのどちらかである。言語学上の研究から推測して13世紀から16世紀にかけてトンガ海上帝国が栄えた時期にはこの勢力圏下に入っていたと思われる。ヨーロッパ人がポリネシアに現れて以降の歴史は以下の通り、議会は一員制で定員は20名、任期は3年である。 2020年まで12年間首相を務めた時、タランギは自らの内閣で外相などを兼任しており、他の閣僚は3名しかいなかった。同年に成立したダルトン・タンゲランギ内閣においても、ダルトン・タンゲランギ首相が外相などを兼務し、他の閣僚は3名である。1948年より独自の切手を発行している、バンコク郵便連合には、 ニュージーランドの一部として加盟している。ニューエニューエと外交関係を維持している国日本とは2015年8月外交関係開設。それ以前からも援助や貿易は行われていた。2013年度では技術協力で0.09億円をニューエに援助し、総貿易額は6.8億円である。ニューエ島ニューエ島に最も近いのはほぼ真西に 420km。 離れた、ババウ諸島である。ニュージーランドは、南南西へ2 3 0 0トルも離れている。ニューエは、世界最大の産後礁の島で、海面上、約6 0ルにわたって、石灰岩の断崖がそそり立ち、その地形がほぼ島全体を縁取っている。つまり、大地上であり、山岳や湖などは存在しない。島の形状は、基本的に楕円形であるが、首都、 アロフィと南部のアバテレは湾上の地形となっている。人口の多くはアロフィを中心とする北西から西の海岸地帯に集中している。気候はサバンナ星で11月から翌年の3月が雨季にあたる。ニュージーランド本土が日付変更線の西にあるのに、対してニウエは日付変更線の東にあるため、時差はニュージーランド本土と23時間あり。 本土が夏時間採用時は24時間である。ニューエの第1級行政区画は村であり、14の村に分かれる。ニューエ国際空港が首都アロフィにある。自動車の通行区分はニュージーランド本土と同じ左側通行である。首都アロフィの街並み主産業は農業である。しかし、農地不足、水不足に加えサイクロンの常習地帯であり、農業に頼った。 経済発展は望めなかった。自由連合の構成国であり、住民がニュージーランド国籍を有することから、島を脱出してニュージーランドへ移住する住民が増加した。その結果、移民からの送金が国家収入の大きな比率を占めるに至った。ニューエ経済の起爆剤として注目されたのが観光業であり、 1990年代からニュージーランドの援助により空港拡張、リゾートホテルの建設が進められた。しかし、魅力的な観光資源に恵まれず、定期便の撤退が相次ぎ、2001年には最後に残ったトンガ航空が撤退している。その後、国営航空会社の設置なども検討されたが、財政破綻を招くとして野党が反発し、 さらに2004年1月にはサイクロンヘタにより国営ホテルが壊滅する被害を受けたこともあり計画は頓挫している現在はニュージーランド航空が定期便を運航しているが本数が限定されていることから観光業の発展は極めて限定的なものとなっているその他の産業としては切手の販売やニュードメイン販売などでの外貨獲得を行っている 農業は、ニウエ人の生活と経済にとって非常に重要であり、おおよそ204平方キロメートルの土地が農業に使用できる。自給農業が、ニウエの農業の大部分を占めており、ほとんどすべての家庭が、タロイモのプランテーションを行っている。キャッサバ、ヤムリモ、サツマイモ、様々なバナナが主要な産品である。1970年代は、コプラ、パッションフルーツ、 ダイムが主要な輸出品目であったが、2008年には、バニラ、ノニ、タロイモが主な輸出作物になった。ウガも、食物連鎖を構成しており、森や浜辺に生息している。最新の農業国勢調査は1989年に、実施された。住民は、サモア人の血を引く、ポリネシア系ニウエ人がほとんどである。宗教は、キリスト教の影響が強いが、 ボルモン教なども進出している。ニューエには、ニューエ放送協会によって、管理、運営されているテレビニューエとラジオザンシャインという二つの、放送局と、ニューエスターという一つの週刊新聞がある。その他、talanet.okakoa.com のようなオンデマンドのニュースサービスも存在する。ありがとうございます。